関アンジェリンです。で23歳なんですが、今年の、4月27日に24歳になります。私大阪からやってきました。あと職業としては、大阪の育英会で日本語指導員として日本語を教えていたり、通訳やったり翻訳をしたりしています。主にはタガログ語とタガログ語と日本語で通訳をしています。すごいフィリピンに10年間住んでた時があったんですけど、すごく有名で誰もが知ってるようなミスユニバース、すごい大きな大会で、小さい頃からずっと憧れていて、で日本に来た時にすごく生活がガラッと変わって、すごい目標を追うことに対してなんかやっぱ難しさだったり、すごいなんか折れそうになる時があったんですけど、今年はすごく大きなチャレンジをしたくて、挑戦してみて、なんか何回も諦めそうになったとしても、やっぱりその自分のことを信じて挑戦することの大切さを自分は忘れたくないので、なんか挑戦しようと思い、思い切り挑戦したら、なんかもっと自分をプッシュできたかなと思ったので挑戦しました。はい、自分の一番のアピールポイントはコンフィデンス、自信です。小さい頃からお母さんから両親でこうフィリピンの文化かもしれないんですけど、もうあ可愛いねとか、こうあセクシーとか綺麗っていつも小さい頃から言われてて、自分もその 自己肯定感が多分高い方だと思っていて、あと自分のことをケアをするのにセルフラブをすごく大事にしていて、なんかそこからすごい多分自信が出てくるのかなと思って、それは自分はでも大切にしているものです。すごくもう前から何年かも前から目標だと思って憧れて挑戦しようってやっと今年できたので、もう何があっても心が折れそうになってもちゃんと最後まで自分らしくやり遂げようと思ってます。ありがとうございました。